ので久しぶりの、こういう場なんですけれども、今日はねお天気も少し心配だったんですが、皆さんお集まりいただいて本当にありがとうございます。今日も、このメンバーを紹介したいと思いますけれども、ピアノを弾いてます、坂見智康です。よろしくお願いします。四半世紀かける 1.5 倍ぐらいの期間一緒にやってますけれども、そして順番でいきましょう。ベース、工藤和幸です。さらに前から紹介していただいてます、同じぐらい一緒に前からやっていただいてます。ドラムスの森岡純平です。そして三学生お世話になって、本当に気が付いたら10年も経っていました、麻生区在住辻健一郎と申します。よろしくお願いします。今日も、相変わらず有名かどうかは別として自分たちの好きな曲ばっかりやらせていただいています。次もそのような曲ですけれども聴いてください。
震災の後でですね、通常よりも1ヶ月ぐらい延期して、その時もできるかできないかというところをやったんですけれども、まさかその時にですね、10年後に、自分の娘と一緒にですね、この舞台に立つなんてとても思っていて、非常に光栄で、皆さんにお伝えいただいて本当にありがたいなと思います。まあ、こうなったからにはですね、次は孫と一緒に出れるまでですね、頑張りたいなと思ってますので、皆さんもその際にぜひ足をお運びいただきたいと思います。準備もちろんです。じゃあではお聴きください。バックナンバーでヒロイン。
回目になりました。どうぞそのままのお席でごゆっくりお楽しみいただければと思います。これからもですね、朝音楽祭をどうぞよろしくお願いいたします。では最後に聴いてください。はい、永遠。